Canada. On the ice, representing Canada, Patrick Chung.最終滑走で登場、世界王者パトリック・チャン。ショートはなんと世界歴代最高得点、当然のようにトップに立ちました。4年連続のファイナル進出、そして優勝をかけるフリー、全てはこのチャンの演技で決まります。パトリック・チャン、フリーの曲は四季ほか。まずは昨日見事に決めた冒頭の4回転3回転。4回転トーループ3回転トーループ、鮮やかに決めました。4回転が続きます。4回転トーループ見事。それはどうか。トリプルアクセル決まりましたね。これも乱れがありません。昨日は最高評価レベル4を獲得したこのチャンの滑らかなスケーティング。2006年に亡くなった恩師オズボーン・コルソンコーチに捧げる思いを込めたプログラム。ここからジャンプの要素が続いていきます。トリプルルッツ、シングルループ、トリプルサルコー。トリプルルッツ。トリプルループ。軽々と決めてジャンプの要素はあと2つ。トリプルフリップダブルトーループ。ダブルアクセル、最後のジャンプもしっかりとまとめました。現在トップは日本の羽生。
4年連続のファイナルをかけた今大会最終滑走、パトリック・チャンの堂々たる世界王者の演技。笑顔です。自信にあふれた世界王者の圧巻の演技でした。いや強かったですね。強いチャンの姿でした。もう上手いのは知ってますけど、こんなに強いとはやっぱり世界チャンピオンですね。まあ、ジャンプに関して、まあ、もうそれ以外もそうなんですけれども、まあ、何かこう大きなミスがもうほぼなかったと。もう完璧でしたね。はい、昨日のショートは圧巻の世界歴代最高得点。この内容でしたら今日も見たことないような点が期待できますね。はい、まあ、トータルで言いますと、まあ、パトリック・チャンが世界歴代最高得点 280.98 という得点を持っています。まあ、とてつもない得点が出てくるのかもしれません。まあ、本人はあの昨日のショートに関しては満足はしているが、ジャンプが小さかったとそれでも言ってたんですよね。今日のジャンプの質は改めてどんなふうにご覧になりました？今の最初の4回転3回転も昨日よりやっぱり高さもあるんで、着氷後の流れが昨日よりは良かったですよね。しかし最終滑走でこれだけの演技をしてくる、ジャンプ見ていきましょう。高さも十分です。きっちり回ってますね。はい、そしてジャンプ以外の要素ではどんな風にプログラム全体ご覧になりました？そうですね、もう流れが、はい、全然途切れない。やっぱりジャンプがこれだけ決まったっていうのもありますし、もうついつい途中は見入ってしまいましたよね。はい、まあ、本人も本当に自信にあふれるそんな演技でした。すべては、まあ、ソチにつながっていると話したチャンです。コーチも大きくうなずいたそんな納得の演技でした。最後はスタンディングオベーションに包まれたこのベルシー体育館。現時点でトップは羽生結弦、合計得点が 263.59 という得点です。パトリック・チャンはトータルでの世界歴代最高得点を持っています。 280.98。 さあこの笑顔の演技でそのさらに歴史を塗り替えるのか。現時点でトップは羽生、羽生かパトリック・チャンか。本人は何か大きな確信を持っています。注目の得点 196.75。 フリーとてつもない得点が出ました。そしてトータルは 295.27。 なんと今大会ショート、フリー、トータル全てで世界歴代最高得点をマークして、フランス大会パトリック・チャン見事に優勝を果たしました。日本の羽生結弦は2位ということになりました。フランス大会の結果を受けまして、男子シングルはパトリック・チャン、そして羽生結弦、さらに円冠 NHK 杯優勝しました高橋大輔、この4人がファイナル進出決定ということになりました。いやー、世界王者パトリック・チャンがとてつもない異次元の得点を出してこのフランス大会を制しました。